新豊洲ブリリアランニングスタジアムは東京都江東区に所在するスポーツ練習施設である。東京ガス用地開発が推進する豊洲22プロジェクトの一環として幕構造を得意とする太陽工業を建築主として全天候型のランニング施設が建設され2016年にオープンした。東京建物が創業120周年記念事業として参画し、 ネーミングライツを取得して、同社のマンションのブランド名であるブリリアを施設名に関した。全長108メートルのトンネル状の構造内部に60メートルのランニングトラックが6レーン設けられており、障害者スポーツの利用を念頭に置いて、シャワー室等は車椅子でも利用できるバリアフリー構造となっている。館長には、試す台が商品された。隣接するオフィス棟には、 守防具者による競技用義足の研究所が開設されている。最寄り駅は新交通ゆりかもめ市場前駅で徒歩約5分。道路線新豊洲駅からは徒歩7分ほど。ボール時計上の株構造は鉄筋コンクリート製で、その上に半円形の鉄骨の軒下駄が乗る。軒下の内側に修正材と鉄骨で網目状に組んだフレームを設け、表面は フッ素樹脂の一種の e t f 異製フィルムの膜を採用している。修正材は日本産カラ松マツが使用され家具のように作るアイデアからプレス機にジングを取り付けフレームを4本ずつ湾曲加工する工法が取り入れられた。膜は2層構造で2枚の膜の間に空気を送り込んで気候変動に応じて内圧を変化させることができる構造となっている。日照による 内部温度の上昇を抑えるため、外側には銀色、内側には白のドットをプリントして、透過率を90%から35%に抑え、上部には換気設備を設けている。ETFE は日本国外では空港や競技場などに使われてきたが、日本ではこれまで防火場の観点から建築基準法の規制により普及していなかった。2015年に、 国土交通大臣の認定を受け、2017年からは、通常の手続きで建築物に使用可能となっている。本施設は2017年にグッドデザイン賞を呼び、日本構造デザイン賞、2018年に日本建設業連合会主催の第59回 PCS 賞、2019年に日本建築学会賞を受賞したほか、 香港デザインセンター主催のデザインフォーアジアやオランダのフレーム賞も受賞している。先導性が高い木造建築を補助対象とする国土交通省のサステナブル建築物先導事業に採択されている。ありがとうございます。